さあこれより攻守方向を変えまして最終クォーター第4クォーターに入ります。ゴールデンファイターズセカンドダウン3で試合再開です。パス不成功。ここでパスプレーにより突破を図りましたが、しかしタイミング合わずパス不成功になっています。ボールサーブに変わります。パスが不成功でしたので、ボールが元の位置に戻されます。ダウンの進んでサードダウンの攻撃です。ファーストダウン獲得まで残り2ヤード。さあゴールデンファイターズサードダウンに変わります。この3ヤード突破なるでしょうか。そのこれを阻止し、再び同点逆転を狙うシリーズに持ち込めるでしょうか。さあクォーターバックキープを展開しようとしましたが、これを急の止めます。フォースさんに変えます。ゴールデンファイターズクォーターバック7番竹内涼選手、ボールをキープし1ヤードのゲイン。ゴールデンファイターズフォースダウン2、パントフォーメーションを取ります。フォースダウン、このパントは磯のスーパースターズ陣40ヤード付近で外へ出まして攻守交代となります。攻撃権変わりまして、そのスーパースターズの攻撃、そのスーパースターズファーストダウン10。さあこっちは中央へのランプレーを投入しました。しかしこのランプレーは阻止されましてノーゲイン、セカンドに変わります。セカンドダウン10。さあ再び中央へのランプレー、しかしこれもゴールデンファイターズ止めます。ゲイン1ヤードから2ヤードで止めています。さあ磯のサードダウンの状況、果たしてどのようなプレーを持ってくるでしょうか。成功。左に展開したワイドレシーバーにヒーキパス、そこからキャッチアンドラン測りましたが、しかしフォースダウンに変わります。磯のスーパースターズフォースダウンでパンクフォーメーションを取ります。ゴールデンファイターズリターンに入った。
これは磯野カバーしましてゴールデンファイターズ陣30ヤード付近でボールデッド。ここで攻守交代となります。スーパースターズコースターが担当選択、ファイターズ選手が担当した。ここで急激に雨が降ってまいりましたことにより双方とも現在そのリズムをつかむことに苦心しているように思います。果たして突破しましてこの試合を勝利するのはどちらとなるでしょうか。試合は第4クォーターに入っております。ゴールデンファイターズファーストダウン10。これは磯野のナイスディフェンス。キャリア1番の中央へのランプレーをそのスーパースターズ76番素晴らしい対応をしましてこのラン阻止しております。セカンドダウンに変わります。見事なタックルをしましたのはそのスーパースターズ76番の、岡野でした。ゴールデンファイターズセカンドダウン10。そのナイスディフェンス。再び中央のランプを敢行しようとしましたがここでそのディフェンス陣が殺到。最後は6番仕留めましてこのランを阻止しています。サードダウンに変わります。タックルしましたのはそのスーパースターズ6番の松井です。鳥取大学出身。ゴールデンファイターズサードダウンファーストダウン獲得まで13ヤード。ゴールデンファイターズサードダウン13。不成功。ここでゴールデンファイターズはスクリーンパスを敢行しようとしました。スクリーンパスは手前側にいたランニングバックにブロッカーをつけてキャッチアンドランを図るデザインプレーです。しかしこれをキャッチできずパス不成功になりフォースダウンと変わります。ゴールデンファイターズフォースダウン13。パントフォーメーションを取ります。フォースダウン。非常に厳しい状況このパントを、磯野抑えまして磯野は相手陣の攻撃を得る形に成功しました。この位置で攻守交代となります。さあ攻撃権変わりまして磯野スーパースターズになります。そして相手陣46ヤードからの攻撃。磯野スーパースターズファーストダウン10。パス成功。クォーターバック7番中央に切れ込んだワイドレシーバー17番にパスを通しまして約8ヤードのゲインに変えています。パスを投じましたのはクォーターバック7番の足立。名古屋商科大学出身。取りました17番は出崎。愛知学院大学出身です。そのスーパースターズセカンドダウン2。さあクォーターバックキープ。磯野スーパースターズファースター。クォーターバック7番のパスを投じようと下がりましたが左に展開しスクランブル。これが後半難となり前進しておりますがここでホイッスル。レフリータイムアウト。レフリータイムアウト。負傷者プレイヤーのためのタイムアウト。ここで負傷者が発生したためレフリータイムアウトが取られます。先ほどのランプレーにより磯野スーパースターズは攻撃権更新になっております。
者となった選手がベンチに戻るので試合を中断します。さあ磯野は先ほどクォーターバックの7番足立のランによって攻撃権更新になっております。レフリータイムアウトを届けまして試合再開となります。磯野スーパースターズ相手陣35ヤードからのファーストダウン点、さあ得点差3点、このシリーズものになりますと大きな試合の転換点となります。さあパスを投じんとクォーターバック下がりましたが、ここにゴールデンファイターズディフェンス陣殺到、なんとかロスを避ける形には成功しましたが、しかしこのパスプレーは潰されています。しかし磯の攻撃権継続です。そのスーパースターズセカンドダウンテイ、力のこもったプレーでした。中央のランプレー、オフェンスライン、ディフェンスライン、揉み合いながら前進を図りましたが、ゴールデンファイターズそれを阻止し、サードに変わります。さあサードアンテンの状況、いつもスーパースターズここでどんなプレーを持ってくるか。ボールオン相手陣35ヤード、いつもスーパースターズサードアンテン、クォーターバック7番の総力にかけた、しかしこれを阻止しフォースダウンに変わります。さあフォースダウン5の状況、磯野スーパースターズボールオン相手陣30ヤード、選択はプレーです。フォースダウンギャンブル、フォースダウンギャブル失敗で攻守交代です。攻撃権変わりまして、ゴールデンファイターズの攻撃に変わります。スーパースターズフォースダウンでプレーを選択、ダンプレーを行いましたが、ゴールデンファイターズラインバッカー川見隼人選手の、これが天候による間でしょうか、キックを狙える状況非常に厳しいですが、難しい判断でここでプレーを選択しました。結果的にこれによってゴールデンファイターズ磯野の攻撃を阻止し、攻撃を取り返す形に成功しています。ゴールデンファイターズ自陣30ヤードからファーストダウン10ヤードからファーストダウン10、自陣30ヤードからファーストダウン10。さあまず外へのパスで振ります。ワイドレシーバー83番にパスを通しまして、約3ヤードから4ヤードのゲインとしています。ターゲット83番はキッカーでした。ゴールデンファイターズセカンドダウン6、セカンドダウン8に訂正します。ファーストここでランプレーを投入、ナニバック右オフタックル駆け上がりました。1番攻撃権更新です。ゴールデンファイターズファースター、
ここで見事なランを披露し攻撃権更新しましたのは何枠1番の島田でした。さあ攻撃権は1回目に戻しましてゴールデンファイターズファーストダウン点となります。またボールを持った選手が中で倒れているため時計は回り続けます。見事に攻撃権更新としました。ゴールデンファイターズファースター、今度はスピードで攻撃権更新果たしました。ランニングバック10番は北川でした。磯野スーパースピードしました。ゴールデンファイターズ相手陣48ヤードからのファーストアンテン。残り時間1分30秒を切りました。中央へのランプレーナイスラン、ファースト。今度はランニング91番が中央へのランプレー、その体育を生かし一気に中央をなだめ込んで攻撃権更新です。ゴールデンファイターズファースト、素晴らしいランで攻撃権更新果たしましたが、ゴールデンファイターズ91番の森川でした。ゴールデンファイターズファーストダウン獲得。磯野スーパースター、後半2回目です。磯野ここで後半2回目のタイムアウトを取ります。ゴールデンファイターズがその力強いランを展開しまして、距離そして時間を同時に消費するという戦法を取っています。これを何とか阻止せんとこの守備の段階でタイムアウトを投入しました。試合は残り時間1分8秒となっています。ゴールデンファイターズファーストダウン10。さあ中央のランプレーを展開します。キャリア1番、相手ディフェンス磯野殺到しましたが、しかしゲイン2ヤードほど奪っています。中で倒れているため時計回ります。ゴールデンファイターズセカンドダウン8。さあ中央のランプレー、しかしこれは72番タックルシーソース、ここでホイッスル。磯野ここで最後のタイムアウトを使います。ここで磯野スーパースポーツ3回目最後のタイムアウトまで OK です。試合終了まで残り16秒となっています。タイムアウト解けまして試合再開です。ゴールデンファイターズサードダウン9。2ダウン時計を回します。磯野に時計を止める手段はもう残っておりません。
ここで試合終了となりました。試合終了となりまして、ゴールデンファイターズ7点、そのスーパースターズ4点でゴールデンファイターズの勝利。ゴールデンファイターズ3回戦準々決勝進出決定となりました。失礼しました、準決勝進出となりました。しかし磯野もそれに見劣らない素晴らしい戦いを見せていただきました。ナイスファイトでした。ファイターズ非常に厳しい状況、天候にも天候の中白熱した一戦を見事制しましてベスト4進出です。さあこの勢いに乗りましてジュニアトーナメント制覇なるでしょうか。磯野スーパースターズ惜しくもここで敗退となりましたが、しかし春波乱を組みますこのチームのその真骨頂を見せる素晴らしい戦いでした。双方とも素晴らしい戦いを演じてくれました。ナイスゲームでした。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。それに魅了され、その戦友は別の競技を愛しながらそこでは評価されず、失意の果てにこの競技にかける選択をしたものでした。導いたのはうどんだが心優しい巨漢と、目的のために犯罪すら厭わぬ悪漢という2人の先輩でした。それを案じた主人公の姉が彼らの理解者でした。子供たちの奮闘ぶりに、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、陰のため一度は離れた仲間が戻り、脇を固め波打る強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のようなおとぎ話がありました。今ここにその世界があります。かつてもてはやされたあのおとぎ話の世界がここにあります。ここはいわゆるトップ層ではありません。しかしそれゆえ劇的に世界が動き変わります。それは大学で名を轟かしたスタープレイヤーが達成するのかもしれません。あるいは本場アメリカで研鑽を積んだ強者が突きつけるのかもしれません。あるいは地方にあってこの競技に挑み、その力量を世に問わんとするものかもしれません。あるいは他の競技に打ち込み、行き着いた果てに次の舞台として挑んでくるものかもしれません。あるいはとにかくあの物語に憧れ、あの物語の登場人物になりたいと勇気を出すものかもしれません。あるいはあなたかもしれません。そんな何かが集い現れ、今を紡いでいるこの歴史物語を、かつて私も憧れながらついに挑み尽くすに至れなかったこの世界の物語を、私はこれからも愛し応援していきたいと思います。そして次へと進むこの物語の楽しみ続きを楽しみとしつつ、本日の配信はここで終わらせていただきたいと思います。皆様長時間にわたるご視聴ご観戦ありがとうございました。本日の配信は NFA 日本社会人アメリカンフットボール協会の許可のもと実現いたしました。その配信を実施いたしましたのは私、道楽屋リゼでした。機会許されましたらまたお会いいたしましょう。それでは失礼いたします。